CA3、ロレンソであるマグロ。CA3、ロレンソであるマグロは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスのボエド地区を本拠地とするサッカークラブである。サンロレンソは、ボカジュニアーズ、リーベルプレート、インデペンディエンテ、ラシンクラブと共にアルゼンチンサッカーの5大クラブに数えられ、通常5大クラブ中5番目に位置づけられる。近年はほぼ毎年カップ戦の出場権を得るなど、 安定した成績を残しており、観客動員数は、ボカ、リーベルに続き3位である。全国区のクラブだが、サポーターは地元ボエド地区への愛が強く、優勝後は、同地区にあるサンフアン大通りとボエド大通りの交差点に集結する。他の全国区クラブのサポーターが、ブエノスアイレスの中心街にあるオベリスコに集まるのと、対照的である。 ライバルは、ボエドに隣接するパルケヘパトリシオス地区の裏館。この対戦と他の豪大クラブとの対戦が、クラシコ、ダービーマッチとして扱われる。サッカー中心ではあるものの、他にフットサル、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、テニス、ローラーホッケー、フィールドホッケー、水泳、ボーリング、空手、テコンドー、 フィギュアスケートを取り揃えた総合スポーツクラブである。きっかけは、アルマグロ地区の教会近くの通りで、サッカーに興じていた少年たちのグループと一人の、神父の出会いであった。ある日いつものようにサッカーをしていたグループの一人が、車に轢かれかた。それを目撃した教会のローレンソ・マッサ神父が、毎週日曜日のミサに参加することを条件に、少年たちに、教会の敷地を提供した。 これにより、少年たちは、教会内という安全な場所で思う、存分サッカーができるようになった。神父は同時に、読み書きなど生活する上で必要になることを、少年たちに学ばせた。こうして生まれた出会いと交流がやがて正式な、クラブ設立に発展する。ほどなくロレンソ・マッサ神父同席の元クラブの、名称決定をテーマに、最初の集会が開かれた。 少年たちの大半はアルマグロ地区の出身で、彼らの間ではいつからか名乗っていた、ラス・フォー・ツォソスでリュマグロ、アルマグロの猛者たちの意をそのまま正式名称にすることで合意ができていたが、神父は暴力的な響きがあることから意義を唱えた。最高を余儀なくされた少年たちが様々な名前を出し合った結果、次に神父への感謝と敬意からその名を冠した3、ローレンゾ。 聖ロレンソの意選ばれた。ところが、神父は恐れ多いこととして、これにも難色を示した。しかし結局、殉教者の聖ロレンソ、ローマのラウレンティウス及びサンロレンソの戦いに、由来する名前とするならば良いとて同意が得られた。最後に、少年たちのリーダー的存在であったフェデリコ・モンティが、アルマグロのを意味するでリュマグロを付け加えることを主張。 一度これに依存なくクラブの正式名称が決まった。1908年4月1日のこの日、サン・ローレンゾでリュマグロは誕生した。クラブとしてスタートを切ったサン・ロレンソは、1911年資金不足から一旦その活動を停止してしまう。しかし1913年末には創設メンバーのフェデリコ・モンティラが資金を苦面して再開せた。 1914年には、現在のアルゼンチンサッカー協会、アソスヤソンデルフットボールアーヘンティーノの源流である、アソス,スヤソン、アルゼンティンでフットボールの2部リーグに参加し、優勝。1915年には早くも一部に、上り詰めた。翌年の1916年には、最初のスタジアム、ガソメトロを、ボエド地区に所有する。イゴサンロレンソは、ボエドのクラブとして発展していくこととなる。 まだアマチュアであった当時は、クラブ数の急増による新規リーグの設立や、既存リーグを取り仕切る教会と参加クラブの対立による分裂もあり、複数の教会とそのリーグが並び立つことが多かった。そのような中さんロレンソは、1919年に、リーベルプレート、インデペンデンテ、ラシンクラブ、ベレスサルスフィエルドラとともに、府から分裂した、エイソジャスヨナマターでフットボールのリーグに、 参加、1923年に初優勝すると、翌1924年にも優勝し、連覇を達成。続く1925年、1926年は2位に、アマンジタが、1927年には、フトアンフの再統合により成立した、アソスヤソンアマチュアアルゼンティンでフットボールのリーグで、再び栄冠に輝いた。1931年、 主要なクラブがアフから離れ、レガ、アルゼンティンでフットボールを組織、プロリーグを開始した。所属クラブの許可がなければ他クラブへ移籍できないという規定に縛られていた選手が、その自由を求めて、前年にストライキの実施を宣言したが、問題の解決策をめぐって、主要クラブとその他のクラブが対立したのが原因であった。 残ったクラブは、アソスヤソンでフィットボールアマチャアスワイプロフィショナリズという名称でアマチュアリーグを継続した。サンロレンソは、現在ともに5大クラブに数えられる4クラブや他の有力クラブと意見を同じくし、初年度からプロリーグに参入。1年目はボカジュニアーズに振り切られて2位、続く2年目は5位に終わったものの、タイトルを獲得した。 リーベルプレートラと終盤まで優勝争いを演じた。そして3年目となる1933年最終節でボカを上回りプロカゴ初優勝を飾る。残すところ3節の時点で迎えた直接対決で2から0の勝利を収めたサンロレンソは首位に立った。しかしその次の節で CA インデペンディエンテに敗れ勝ち点48のままとなりボカがラヌースに勝利して 8.49としたため再び順位が入れ替わった。最終節で、ボカが勝利した時点で、サンロレンソの優勝はなくなるところであったが、ボカはリーベルと戦い1から3の敗北。一方サンロレンソは1から0で CA、チャカリタジュニアーズに勝利した。プロ初タイトルは最後に1ポイント逆転して、獲得という劇的なものであった。1935年には、 ラフとアフップが歩み寄り、アソスヤソンデルフットボールアーヘンティーノという名で統合された。再スタートを切ったリーグでも幾度となく優勝争いに絡んだサンロレンソであったが、二度目の優勝は、初優勝から13年後の1946年、AFA がその名称のフットボールを現在のフットボールにスペイン語化する年まで待たなければ、ならなかった。 2位ボカに4ポイント差をつけての優勝であった。そして、この年に、クラブは、スペインとポルトガルに渡り、欧州ツアーを行っている。これは、クラブの歴史の中でも最も輝かしい出来事の一つである。サンロレンソは、レアルマドリードと対戦し敗れたが、その後、FC バルセロナ、スペイン代表、ポルトガル代表との試合に勝利した。スペインの新聞は、サンロレンソは、 世界最高のチームだと称えた。そして、バルセロナは、レネ・ポントーニにオファーを出したが、ポントーニはアルゼンチンを離れたくなかったので断った。バルセロナは代わりにリーベルプレートのディステファノにオファーを出した。しかし、レーナルド・マルティノは、ヨーロッパに泊まり、ユベントスと契約して、スターとなった。3年後の1949年10月31日、ロレンソ・マッサ新婦が、 天ににされる。67歳の誕生日を11日日を後に控えた、た。であっ三度目の優勝は、またしても13年後の1959年。前年度得点王のホセ・サンフィリッポを擁するサン・ロレンソは、快進撃を見せ、2位、ラシンクラブに7ポイント差をつけての優勝と圧倒的強さであ。サンフィリッポはこの年も十一ゴールを上げ得点王に輝くと、 翌年、翌々年も同タイトルを手にし、4年連続得点王の快挙を成し遂げた。サンロレンソは、この優勝により、翌1960年に開始されたコパリベルタドーレス第一回大会への出場を、果たしたが、準決勝でウルグアイのペニャロールに敗れ敗退した。プロカゴ36年間のリーグ優勝は5大クラブに、独占された。サンロレンソもその一つとして、 存在感を示した。四つのタイトルを獲得し多くの記録を残した1968年から1974年にかけてがクラブの黄金期とされている。1967年から1985年までのリーグでは最終年を除く各年度メトロポリターノとナショナという二つの大会が行われた。その大会方式はシーズンにより異なったが、 サンロレンソはまず、ブエノスアイレス州とサンタフェ州の計22チームが参加した1968年のメトロポリターノを制した。この大会は、最初に11チームずつに分かれて、ホームアウェーへのグループリーグを戦い、次に各グループ上位2チームが中立地で一発勝負の決勝トーナメントを戦うという二部構成あった。またグループリーグでは、 各チームが別のグループに所属するそれぞれのライバルチーム3、ロレンソの場合は、ウラカンとも H&A で戦い、その結果も各グループの順位に反映されるという変則的なものであった。グループ A に入ったサンドレンソは二十二試合を十四勝八分、零敗で終一位通過を果たすと、続く決勝トーナメントでは準決勝で、グループ b 二位のリーベルプレートと戦い三から一で、 勝利、決勝でも A2 通過で、B1 通過のベレス・サルスフィールドを破って勝ち上がって、北エストゥディアンスと戦い2から1で退けた。これは、プロカゴのアルゼンチンリーグ史上初の、無敗優勝であった。1972年にはこちらもリーグ史上初となる、同一年度の2大会制覇を成し遂げた。ブエノスアイレス州とサンタフェ州の、 K18 チーム参加による H&A のリーグ戦、メトロポリターのおせしたサンロレンは、全国の26チームで争われたナショナルでも、優勝。前述のメトロポリターの1968と、ほぼ同様の大会方式で行われた、この大会では、グループ A の13試合を10勝3分0敗で、勝ち点23と c 1位通過、グループ B1 位通過のボカジュニアーズの勝ち点22を、 上回り即決勝進出を決めると、AA2 で、ボカと準決勝を戦い勝ち上がってきたリーベルを1から0で破り、リーグ記録となっている最多2度目の無敗優勝を達成した。1974年にも、全国から36チーム参加、グループリーグを経て、決勝ラウンドという流れで行われたナショナルを制した。黄金期の後には、低迷期が待っていた。 1975年からの数年は、順位も二桁になることが多く結果を出せなくなっていたが、これは、クラブの資金繰りが急速に悪化していたのが、原因であった。サン・ロレンソは、借金に借金を重ねて何とか持ちこたえている、状態で、給料未払いとなっていた元所属選手たちから、次々に裁判を起こされる事態にまでなっていた。そして1979年12月、 いよいよ限界に達したクラブは、資産の売却を迫られた。1916年から60年以上にわたって、所有していたスタジアムとその土地を失った。1980年のシーズンからはたクラブのスタジアムを借りて点々とホームゲームを行わざるを得なくなった。当然思うような成績が残せなくなり、この年は高角ラインギリギリのところで一部に踏みど、まったものの、 翌年の1981年にはすでにピークを過ぎた選手たちで構成されたチームで戦いついに2部へ降格した。18チーム参加で17位以下が降格というメトロポリターノでサンドレンソは勝ち点28の16位で最終節を迎えた。相手は勝ち点27で17位のアルヘンティノスであった。フェロカリルオエステのスタジアムで行われたホームゲームは 引き分け以上で残留が、丸試合であったが、サンドレンソは、前半に訪れた、ペナルティキックのチャンスを逃したばかりか、アルヘンティの数に1ゴール許し、後半の反撃も実らずそのまま0から1で敗れた。サンドレンソは古代クラブ発の二部降格という屈辱を味わった。1982年、前年度に降格が決定したサンドレンソは二部の、プリメーラビーを戦った。そこでは、 スタートダッシュに成功し2節を残して優勝、1年で一部復帰を果たした。この年のサンロレンソでは、サポーターの後押しにも注目が集まった。舞台が2部であり試合数も全42試合と一部の、それより10試合以上、少なかったにもかかわらず、チケット販売枚数で2位のボカジュニアーズに20万枚以上の差をつけて、唯一の100万枚超えを記録した。 ハイライトは6節のティグレ戦。リーベルプレートのスタジアムで行われたこの試合のチケットは74,408枚も売れ、75,000人近くの観客を集めた。この時の入場者数は、1978年に同国で開催されたワールドカップの決勝アゼンチン代表対、オランダ代表の数字に次ぐもので、リーグの1試合あたり観客動員数では一部二部を、 問わず記録になっている。1983年、すぐさま一部に復帰したサンロレンソはその年のメトロポリターノで優勝した CA インデペンディエンテから1ポイント差の2位につけ、その後も時折優勝争いに顔を出しながら着実に身を進めていった。1993年には失っていたホームスタジアムをボエド地区の旧スタジアムからそう遠くないところに再び所有した。 そして1995年、21年ぶりに一部で優勝する。1990年に始まったペルトゥーラ、前期クラウスーラ、後期の短期リーグで当年のクラウスーラを制した。バンビーのことエクトル・ベイラに率いられたサンロレンソは、オスカルル・ジェリ、パウロ・シーラスラを要し、ヒムナシア・ラプラタとタイトル争いを繰り広げながら最終節に突入。 勝ち点29で首位のヒムナシアはホームにインデペンディエンテを迎え、勝ち点28で2位のサンドレンソはアウェーでロサリオセントラルとの対戦であった。同時刻に始まった試合はヒムナシアが前半の1失点を挽回できずに0から1で敗れたのに対し、サンドレンソは後半コーナーキックから値千金のゴールを奪い1から0で勝利した。 ロサリオに駆けつけた3万人にも及ぶサンロレンソのサポーターは久しぶりの栄冠を前に抑えが効かなくなり後半44分にピッチへ乱入、その時点で試合が打ち切られる事態になりながらの優勝あった。21世紀最初の大会クラウスウラ2001を制したのはファブリシオ・コロッチーにギジェルモ・フランコ・レアンドロ・ロマニオリ。 ベルナルド・ロメオラを擁するサンロレンソであった。しかしそのスタートは波乱に満ちていた。開幕前、チームに内紛が勃発し、監督のオスカルル・ジェギがその職を投げ出してしまったので、ある。サンロレンソは、最初の2説を代理監督のもと1勝1分でしのぎ、3説から正式な公認にマヌエル・ペレグリーニを迎えて、問題の収束を図った。チリ人監督に率いられたチームは、 初再配となった、ラシンクラブ戦を落としたが、その後は8節で、リーベルプレートに敗れるまで3勝1分、9節以降は、最終節まで全勝という快進撃を見せた。サンドレンソは15勝2分2敗で勝ち点47を獲得、最終2節をいずれも落とした2位リーベルに6ポイントの大差をつけて、タイトルを手にした。この時の優勝も、記録付きであった。 勝利数及び勝ち点は短期リーグで最多。また9節からの連勝は、翌期のアッペルトゥーラ2001第3節、バンフィールド戦で引き分けるまで続き最終的に13連勝、リーグでの最多連勝記録となっている。同年にはクラブにとって初の国際タイトルとなるコパメルコスールも獲得。フラメンゴとの決勝第一戦はアウェーでレからレの引き分け。 第2戦のホーム試合は、同国経済が崩壊状態にあったことを受け、翌2002年1月に持ち越されたが、こちらも90分では1から1と、決着がつかず、PK 戦にも連れ込んだ。サンロレンソは、数止めのアルベルト・アコスタに続き2人目まで失敗した、ものの、ゴールキーパーのセバスティアン・サハが、後セーブを連発、4から3で制しての優勝であった。2002年、 ペレグリーには、クラブに2つのタイトルを残して、ディーベルに去った。公認監督に、ルベニンスアを迎えたサンドレンソでは、下部組織上がりのゴンサロロドリゲス、パブロサバレタラが成長していた。そして、コパスダメリカーナ第一回大会を制覇する。コパメルコスールの後継大会であり、コパメルコノルテとの統合により、規模が拡大されたものであった。決勝では、 コロンビアのアトレティコナシオナルと対戦し、第1戦のアウェーは4から0で圧勝、第2戦ホームでの試合は0から0で引き分け、2年連続で国際タイトルを獲得した。2007年、母国ではそれまでリーベル一筋であったラモンディアスを新監督に招聘。マイナツ5大クラブ間で争われる、プレシーズンマッチでは1勝も挙げられなかったが、公式戦のクラウス裏ではアグスティン・オリオン。 オナタン・ボディネリ、ガストン・フェルナンデス、エセケール・ラ・ベッシラの活躍により、一節を残して優勝を決めた。最終節にも勝利したサンロレンソは、勝ち点45、2位のボカジュニアーズは39であった。2008年4月1日、クラブは100歳の誕生日を迎えた。数千人のサポーターが、前日の夜から、ボエド地区の旧スタジアムがあった場所に集まり、 零時になると共にその日を祝った。現在のスタジアムで予定されていた当日の記念イベントは豪雨により順延となったものの、翌2日には無事に行われた。100周年後発の試合はその次の日の3日、コパリベルタドーレスのグループリーグでアウェーでのクルゼー路線であったが、サンロレンソは1から3で敗れた。その後グループ2通過で決勝トーナメントに進み、準々決勝まで勝ち上がった。 優勝したリーガデキトと、当たりホーム、アウェーともに、スコアは1から1、PK 戦に突入し3から5で敗退した。記念すべき年に際し、アンドレス・ダレッサンドロやディエゴ・プラセンテなど名のある手を補強したが、5大クラブで唯一持っていない、このタイトルを獲得することはできなかった。一方リーグでは、リベルタ・ドーレスと並行して行われたクラウス・ウラで4位。 主力選手と確室があった、監督のラモンディアスは17セツアウェイでの戦に、敗れて優勝の可能性がほぼなくなったのをきチームを去り、ダレッサンドロやプラセンテも半年所属したのみで、シーズン終了後に移籍した。続くアペルトゥーラでは、前年ボカを率いて、リベルタドーレス制覇を成し遂げたミゲル・アンヘルルソを、新監督に迎えた。ホームで行われた一節のティグレ戦をゼロの一で落とし、 またその直前に開幕したコパスダメリカーナでもアルヘンティノスに敗れて初戦敗退となったサンロレンソであったが2節からは結果を出し5節から10節にかけては連勝。その時点で2位のティグレに勝ち点五差をつけて首位に立っていた。その後失速したため勝ち点39を獲得するに止まったが1位で全19節を終了。 しかし同化地点にティグレとボカの2チームが並んでいたため、特殊点差等が考慮されないリーグ規定により3チームで優勝決定戦に突入した。第1戦のティグレ対サンドレンソは、ベレスサルスフィールドのスタジアムで行われサンドレンソが2から1で勝利。第2戦のサンドレンソ対ボカは、ラシンクラブのスタジアムで行われ、ボカが31で勝利。 第3戦のボカ対ティグレもラシンのスタジアムで行われ、ティグレが1の0で勝利。この結果、3チームがまたしても、同化地点で並んだが、ここでは、得失点差が考慮されるためボカに優勝を譲るた。100周年の年は無冠に終わったが、翌2009年のリベルタドーレス出場権を獲得している。二千十三から十四シーズンはプリメイラディビシオンの 全キリーグで優勝した。リベルタドーレス2014では決勝へ進出し、決勝でナショナルを2戦、合計2から1で下し、クラブ史上初の南米クラブ王者となった。その結果、モロッコで行われるフィファクラブワールドカップ2014、出場を決め、この大会で準優勝した。アルゼンチンにおいて、サンドレンソは、世界で最も相性が多いクラブとされている。 エルサクロンはサイクロンの意。プロカゴマもなくのリーグで圧倒的な攻撃力を持って勝利を重ねるサンドレンソを見たジャーナリストのウーゴ・マディーニが命名した。サンドレンソのライバルがウラカン、ハリケーンの意なのを意識したものであるが、このネーミングは他の記者たちにも共感され、柴叩く間に広まった。それから現在に至るまでクラブの愛称として、 最もも一般的ななのになっているアズルグラナは、青エンジンの胃。クラブのカラーで主要な愛称の一つ。アスルイロホ、アスルワイロジョ、青と赤の胃という場合もあるが、愛称としてはもっぱら、アスルグラーナが用いられる。青は、理想、赤は、戦いを表している。これは、初代のユニフォームが使い物にならなくなった時に、 ロレンソ・マッサ神父が用意したユニフォームの色で、神父によると、マリア像が召しているマントの色ということであった。しかし後にある選手が見に行ったところ、実際のマントの色は表地が空色で、裏地がバラ色。神父はよほど想像力が豊かな人か、口がうまい人だったという話が残されている。ラス・クエルボスはカラスたちのい、神父が着用する黒服から想起された。 チームを指すこともあるが、大抵の場合はサポーターを指す。一般的に使用される。ラス・マタドーイスはマタドールたちの意。1968年のメトロポリターノでアルゼンチンリーグ初の無敗優勝を成し遂げたチームに付けられた愛称である。その後クラブの愛称として定着し、現在でも多用されている。ラス・サントスは成人たちの意。クラブ名のサンロレンソ、 セイロレンソの意から付けられた。上記の相性より使用頻度は落ちる。ラスグウチョスデボエドはボエドのガウチョたちの意。プロカを契機に有力なクラブは全国から優秀な選手を集めるようになったが、サンドレンソはサンタフェ州からアルベルトチビディー、ガブリエル・マガン、ヘナーロ・カンテリの3選手を獲得した。この時に彼らの出身地から付けられた相性である。 ロスサントス同様、使用頻度は落ちる。ラスカーアスシアスは小僧たちの意。1963年に、ナルシ・ソドバル、フェルナンド・アレアン、エクトル・ベイラ、ビクトリオ・カーサ、ロベルト・テルチといった5人の下部組織の選手たちが、若くし、トップに昇格し、それぞれ活躍した。ロス・カーラスシアスはこの時のチーム、もっと限定すれば、この後人衆につけられた愛称で、 現在のチームに対して使うことは稀である。ラスキャンイノスはカンボジア人たちの意。70年代末からクラブは経営危機に陥り、当時の選手たちは水のシャワーしか浴びることができないなど過酷な環境下にあった。これは1986年に所属していたウルグアイ人選手ルイス・マルバレスが、俺たちは孤立無援で、 カンボジア人みたいだといったことからついた愛称であるが、仕様はこの時期のみで、クラブの愛称にまで昇華することはなかった。青、もしくはコント赤、もしくは演じ。青色は理想を、赤色は戦いを象徴している。ファーストユニフォームは一部の例外を除き代々、縦縞である。これは二代目ユニフォームからの色で、 最初の数年間に使用されたユニフォームは襟と袖口のみ白のワインレッドを主体としたものであった。セカンドユニフォームは白を基調とする場合が多い。フィールドプレイヤー用は通常ファーストとセカンドのみであるが近年になってサードが時折設定される。ゴールキーパー用も数種類用意されているがゴールキーパーが フィールドプレイヤー用のユニフォームを着用することがある。その場合は当然ながらフィールドプレイヤーが着用するモデルとは別モデルである。最初のスタジアムガソメトロ、ガスアメトロ、ガスタンクのいは1916年にボエド地区に建設された。このスタジアムは7万5000人以上収容し、アルゼンチン代表の試合やコンサートなど各種、イントにも使用されていたが、 1979年経営難にあったクラブはついに敷地を手放さざるを得なくなった。スタジアムは1982年に取り壊され、現在はフランス系スーパーマーケットのカルフールがっている。店舗名はカルフールサンドレンソである。最初の試合は1916年5月7日リーグでのエステュディアンテス戦でホームのサンドレンソが2から1で勝利。 最後の試合は1979年12月2日、同じくリーグでのボカジュニアーズ戦で、スコアレスドローをあった。ガソメトロを失ってから14年以上もクラブ所有の、スタジアムがない状況が続き、他クラブのスタジアムを借りて試合を行っていたが、1993年に、近郊のバホフロレス地区に5代目会長の名を冠し、エスタディオ・ペドロ・ビデガイン、通称ヌエボガソメトロ、 ヌーボガスアメトロ、新ガスタンクの位を新設した。これ以後、かつてのガソメトロは、ビエホガソメトロ、バイジャゲセメトロ、旧ガスタンクの位と呼ばれることとなる。ヌエボガソメトロは、約4万3千人収容とビエホガソメトロより、小さい。また、ブエノスアイレス有数のスラム街に面していることから、サポーターの評判は悪い。何より、ボエド地区が地元であるという意識が強いため、 新スタジアムは、旧スタジアムがあった場所から徒歩で20分ほどの距離に、あるものの、ボエドに戻ろうという運動が続けられている。コケラ落としは1993年12月16日、チリからウニベルシダカトリカを迎えて行われた、親善試合で、サン・ロレンソが2から1で勝利している。カッコ内の順位は、グループリーグ等で敗退したチーム間で成績を比較。 順位付けした場合、リーグの記録はプロカゴの一部リーグでのものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。